はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、実はですね、昨日本当は同時にちょっと紹介したかったんですけど、今日急遽というか、まあ、昨日になるのかな、一応急遽ですね、海外の海賊無双の方の、ツイートが更新がありまして、ニカの更新がありました。もうとんでもないスピードの、まあ間違いなくまあスカイタイプなんだと思うんだけど、まあでもスカイタイプなのかな、空飛んでるってわけでもなかった。いやでもあれか、地上からダッシュすればそんな感じに見えるのかな。でも空飛んでんのかな、あれスカイタイプかもわかんないんですけど、もうキザルのなんか本気バーストぐらいの、時のスピードを、その多分 A ボタンだよね、ダッシュ使うことによってとんでもないスピードの移動をすることができるんですよ。あれ最初倍速かなって思ったんだけど、そのニカのあのスピードは、いやーもうさすがなんか自由のニカというか、もうニカ感がすごい出てるね。はい、まあ、あのニカに関しては僕すごいピョンピョンするあの走り方好きだし、くる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 ってやつだよね、多分 A ボタンがバウンティーだとさ、ダッシュボタンっていうか走る歩いてるモーションがそのぐるぐるぐるって再現されてんだけど、海賊無双だとなおさらあのぐるぐる感が異常なほど速いみたいな、そんな感じに、仕上がりというかになっておりました。いやあれは非常に面白いっていうか、はい。でまあ多分もうちょっとニカの多分必殺技とかもうそこら辺の紹介もあると思うので、まあそこら辺もちょっと楽しみにしていきたいなと思います。ちょっとね、逐一報酬になっちゃった、報告でなんかこれ動画上げてるんで、もうほとんど多分 S 突破できそうだね、これ多分。ニカとか発表の時に。まあニカとか来たら、まあその S は全部取っちゃってるけど、技紹介とかになるかなと思います。はい。結構、だって残り2体の紹介もね、したいし。なのでまあちょっと、そちら。まあ残り2体は同時に2体来たら2体一気に紹介したいけどね。はい、というわけで、じゃあまあどうしようかな、ここら行ってみる、ここら辺ベッチいるし、これがテクニックタイプ群と、敵がテクニックタイプ群味方が味方群ということで、これ行ってみよう。ベッチ、待て、報酬でベッチいるぞ。ベッチ行くけよ、これ行くけ。大好きなベッチだよ。マルカポーネだよね、多分おそらくだけど、モデルというか、どうしよう、ちょっと待って。でもベッチはスキルがまあ強いっちゃ強いんですよ。でももうちょっと強くした方がいいかな。強さとかは変えずにスキルだけ強くしてみるか。そうだね、一応ちょっとじゃあスキルだけちょっと強くしてみます。そしたらだいぶ強い、あ待って、これ上げとこう。強いスキルは、能力を上げておくと。わあ、なんか面白そうなのあるよ。面白そう。これにしてみよう。よし、これでだいぶベッチが、もう僕ベッチ使いになりたい。何これ、猛毒の込められた、砲弾を発射し、大爆発。見てみたい、大爆発。ああ、他はあれか。俺にするフォーメーション、鉄壁、一定時間敵の攻撃をせかして防ぎつつ、カウンターはな、キャッスルタンク、どうする、まあ、もう一個新しい技ないかな、ない、あった、これだ、これ、あもうこっちもあった、あ違う、縦とこれです、絶対こっちだ、これの方がいいでしょう。あとないよね、他ないよね。よし、じゃあちょっと待って、これにしよう。フォーメーション、じゃあこれにするか。なんかやっぱりあれだな、めっちゃ強いって技はないな。じゃあ、まあどんどんこれは特殊技強化からの、どうしようかな、まあ、ジャイアントキラーで逃走本能は絶対いる、逃走本能、あとなんかバーストが本気バースト中攻撃力上昇、どうしようかな、なんかまあ普通に攻撃力強化とかにしとく。もう回復は今回、回復いるか、さすがにベッチの場合いるか。でちょっと特殊繊維の戦闘術だけやろ、特殊技強化いるでしょ。でジャイアントキラー抜いて戦闘術、はい、これでいきたいと思います。
いやベッチだからな、育てるのはやめよう、ベッチを強くするのはやめる、俺ベッチ強くするのやめる、行くぞベッチ、大丈夫、俺はベッチを信じてるから、たまるかな攻撃、おらいけ、あチョッパーだ、チョッパー、そうか、でもテクニックタイプだから、まあ戦いやすいっちゃ戦いやすいよね、そんなに火力がある敵はいないからさ、行くぞ、いけー、どうだこっから、これあーいいじゃんいいじゃんいいじゃん、でも全然効いてないよベッチダメージ、チョッパーに対して大丈夫かな、俺すごい心配、あでも毒を撃てー、放てー、当たっなーい、ベッチベッチ大丈夫か、勝てんのかベッチ、いや残念だったな、この特殊技が強いんだよ、これ一つだけで何でもござれです、さあ撃てーい、もうこれをいかに使うかだな、じゃないと勝てんべ、ほら強いんだよやっぱり、いけほら、これこれ本気バースト、本気バースト、本気を出すベッチ、本気からの仲間も本気だ、痛い、ちょっと待って、落ちた落ちた落ちた、ええ落ちた、びっくりした、もう止まったからビビったって、もう一回もう一回行って行ってください、行ってください、くそあー福さんもいる、まずいまずい、これ負ける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 、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、一回逃げろ、でここで撃て、これなら当たるか、どうだ、よし、オッケーオッケー、あいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃないいいじゃない、結構一気にダメージ与えたんじゃない、いやこれクザンに、これかこれクザン勝てないやつやねん、これ逃げるんだよー逃げるんだよー、どうするなあ、合流しまった合流しまった、どうしよう、やるしかねえか、やるか、どうする、やるか、やってみようか、やるか、あー怖い、いや一発目これで撃て、いくぞ、いやクザンどんだけダメージ入る、いけー、よし今日超える2枚マン、これいいぞ、あーダメだベッチ、私を狙う敵、そんなそんな私なんか狙わなくてもいいじゃないか、いやでもダメージはそんな入んないな、敵を500人ぶっ飛ばせ、いやその前にちょっとクザンをぶっ飛ばしたい、いや待ってベッチさんにさ500人も倒すなんてちょっと無駄無理なこと言わないでくださいよ、ベッチさん私血の派なんで、そう僕血の派なんです、武術はあまりそんなに好まぬのでござるよ、いやこれ攻撃力2倍してんだけどな、おかしいな、攻撃力2倍してるのにこのダメージ量ってどういうことですかベッチさん、ちょっと説明ください、説明しろベッチ、いやでもほら見てケイオス、ケイオス見て頑張ったよ、あっこっちゃった見て、ああすごいかっこいい、いいぞこれ、あベッチいいぞこれ、美術いい、あああああブサイク、ああなぜ今ブサイクって言いましたか、いや言ってないです、言ってないって言うわけないじゃないですかベッチよ、ベッチ、ああいいぞ、よし攻撃力2倍バーン、いけ攻撃力2倍だ、あーもうねコール凍っちゃうってクジャン君、やめて、いや痛い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 、ちょちょちょ、ああすごい芸術芸術芸術、ちょ芸術を崩壊させるな、芸術を、私の芸術をなんてことしてくださるんだ、私が作った芸術に壊すんじゃない、壊すな、やめろ、ほら撃て撃て、ここであれだな、あのスキル残しておきたかったな、さあクザン倒せたのに、よしオッケー、これでなんとか、よーしイーストブルー編でこんなに時間かかっちゃうとは思わないじゃん、痛いナミスは、これ絶対 S 無理これ S 厳しいね、これ多分クリア時間で無理だな、ケオスはなんとかなると思うんだよ、スキルがあるからさ、スキルで一気に、いやブルックに苦戦する、ウソップラに苦戦する、ブルック発見、そんな暇ないよ、私ナミさんに、ナミに私手こずってんだから、ふざけるなよ、いけ、ちょ待ってナミさん、ナミさん、ちょっとナミさん、ナミさん、スキルはもったいない、ここでつける、ここにスキルはもったいない、よしナミさん、いいぞ、危ない、なんとか本当にちょっとやばいって、何がいい、1234のこれはどう、うんーまあ火力悪くない、1234のポンは、あーまあまあまあ多段ヒットとしてはいいのか、1212のポンポン、あーまあまあまあ敵に対抗するんだったらそんな感じの方がいいのかな、ちょっとこれ急ぎましょう、はい、どっちがいいどっちがいい、これこっち行くか、敵を500人ぶっ飛ばしたけども、バルタラメオ助けに来たぞ、ゾロ大丈夫か、ゾロゾロ、ちょっとじゃあちょっと本気バーストするかよ、ゾロくんちょっと待っててくれ、バルタラメオで本当は攻撃力2倍がいいか、残念ながらそんなものは持ってない、いけ撃てーよいいじゃん、体力半分削ったぞ、いいぞいいぞ、2からのこれ、あーダメか、これ撃て、いけ、こうしてさらに痛い、すごいすぐ吹っ飛ばされる、撃てー、毒薬だ毒だ、毒を食らえ、1、2の
痛いバルトロメオ、君強くなってるね君。あ、動きがなんかゆっくり、ちょっと待って、本当にストップ、待って、やばい、バリバリいった。1、2、あー、ベッチ君が怒ってる、かわいい。ベッチがプンプン、プンプンベッチ。ちょ、もう焦って、これはもうスキル打つしかねえな、これ。こんだけ人がいるんだったら、分かった。やめろバルトロメオ、やめろ。ベッチが怒ってる、恐竜みたい、恐竜みたいになってる。怒りのベッチだ、怒りのベッチの絶対を食らえ。どうだほら怒ってんだろベッチ、ほら怒ってるよベッチ、ベッチ怒ってる、かわいい、ベッチが怒ってる。でもベッチ火力ないからさ、全てあのスキルミッション失敗してんだよね、全てのミッションに失敗してるからさ、ベッチ全員怒ってんだわ、強化されてんだ。なんかあの来る前に倒せみたいなミッションばっかなんだけどさ、倒したいんだけど倒せないみたいな状況ばっかだから残念ながら。ベッチ君ちょっと、ベッチ君大丈夫かね本当に。え、ロビンの目標到達で、そうっすよ、そう、それができないのよ悪いな、悪いな、あの俺攻撃力足んねえから、全員強いんだわ。いやほらー、ついちゃったよこれ。ま、え、ちょっと待って、これ敗北条件やばくね、ブルックとゾロの救出でしょ、これ大丈夫か。あ、いや、あ、やばい、やばい、待って、やばい、やばいです。待ってくれ、これ、なんだなんだ、楽しくなってきたじゃないか。なんだなんだ、楽しくなってきたではないか、これ。このヒリヒリ感、イーストブルー編でこのヒリヒリ感を出せるのはベッチだけだぜ。なあ、みんな、動画としては面白いだろう。うわ、やばいやばい、ブルック、ブルック、ごめん、ちょっと待ってて。待って、もうちょっとで倒せんの。もうちょっとで倒せるからさ。ね、悪いって、ちょっと待っててくれ。もうちょっとで倒せるからさ、全然食らわねえ。いけえ、待って、まずい、待って、ブルックが、ブルックが死んじゃう。ちょ、でも、今倒しとかないと、今倒しとかないとさ、ローが絶対これ回復するじゃん。一回仲間よ、仲間よ来てくれ。ちったい、クソ、全部吹っ飛ばされる。ベッチ吹っ飛ばされすぎでは、どうしよう、誰か、誰か、クソ、あ、ロビンちゃんも来てる。まずい、これ、本当にやばい。ちょ、本当、ちょ、待って、スキルだけ、スキルだけ騙させて、スキル、ね、ベッチぶっ飛ばされすぎ、お前、ちょっと、本当に。本当にもう KO 数1000人になってて、ローだけ倒したらもう逃げるわ、ロー倒したらどっか行く。本当にあのブルックがやられて、ブルックがやられちゃうやばい、死んじゃう。ちょ、打て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 、スキル早く、スキルだけ溜させて。あー、もうスキル、あー、イライラするイライラする、攻撃させてくれないもん、みんなまずいよ。これでロー撃破か、倒せ、よし、なんとか倒した、倒した、もう逃げよう逃げよう。あ、でもロビン倒せそう。いや、これどんどん欲張りが、欲張り侍来るってこれ。だってもうちょっとで耐える、これなんだもん。ブルックだった、大丈夫、ブルックだったら耐えれるよ。ブルックー、やばい、ブルック死んじゃう。ブルックもうちょっと耐えてくれ、頼む。撃て、毒です、当たりません、動きが、おい、着手、動きが、ロビンの動きが早すぎる。あー、翼が生えた、翼を授ける、危ない、ブルレットブー、よし、危ねえ、倒した、よし、走れ、行くぞベッチ、ブーンだ、ブーン待ってろブルック、ちょっと待っててくれブルック、ちょっと待ってね、もう今行くから、待ってろ、ほら来たぞ。なんでウソップに1回もダメージ受けてんだ、おかしいだろ、ブルックがこんだけダメージ受けてな、ウソップがダメージ受けないなんてことないんだよな。いけー、 KO 数がもうとんでもない。でもこれ絶対あれだ、あの時間で無理もう絶対時間で無理、もう絶対 A か B、 よし、 OK、 かなりダメージ与えた。いや、でもこれ一気にあれだぞ、形勢が変わってきたぞ。1、2のポイ出して、打って攻撃、トン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 ポーン、よし、いける、よし、分かってきたぞ、ベッチが、ベッチのコンボが分かってきました。よしよし、ブルックが回復したね、いいぞ、ブルック回復してます、回復してます、いいぞ。さあ、そして次はバルトロメオを2人倒したぞ、ようやく。で、だいぶあれだね、あの縄張りも占領してきたわ。さあ、次どうする、一応リーダー倒すとか、一応リーダー、ヘイリーダー、何、総大将ホーキンスが目の前にいる。あ、待って、間違えた、こっち来て、ホーキンスこっち来て、間違えて使っちゃった、ごめん、やべえ、あ、勝ち筋なくなっちまったな。ねえ、ちょっと、ねえ、スキル使っちゃったんだけど、ねえ、助けて誰か。あ、でも、いや、これ絶対、あれ、スキル使ってればもう瀕死だったじゃん、ホーキンス。わぁ、強くなっちゃった。
あ、でも技使える、オッケー、攻撃力2倍マンからのスキルです。やったー、危ねー。いやー、一時はどうなることかと思いましたよ。いやでもこれ残念ながらこれ S 無理ですね。いや、ワンチャンあるか。後半ちょっと一気に伸びたぞ。後半一気に伸びたからあるんじゃない、あるんじゃない、あるでしょ、あります。やった、計画通りだ、計画通りだよ。残り24秒だったのだ。あぶねー、危ながすぎたです。あぶ残り24秒、残り24秒超えてたら A でしたね、イーストブルーで。いやでもある程度育ててたと思う。9とかあったよね。まあでもベッチだしな、許してあげよう、可愛いし。はい、まあでも SS だったからね、無事ベースベッチで SS 取れました。というわけで、今回はまあちょっとちょっとね、多分情報が小出しな感じになってるので、ちょっと海賊無双もね、ちょっと小出しになってるんですけど、まあ海賊無双自体って僕楽しいから、まあそれの理由付けということでね、許して海賊無双をやる理由付けとして、ちょっと今回ちょびちょび紹介みたいな感じで、まあちょびちょびっていうか、ドッと紹介されたら一つの動画でドッと紹介させていただきますね。ただ多分第4弾のキャラクター2体一気に紹介されると思うんですよ。だそしたらまあその2体一気に紹介していく感じにしていきますのでね、はい、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です、バイバイ。